分ハロー YouTube。 ダメだこれは、叩かれる。はい、どうもこんにちは、トーヨンです。皆さん、グミ好きですか？去年、とある駄菓子屋さんに行ったら、とっても珍しいグミを発見しました。こちらのグミコーラボトル、そしてこちらのグミラムネボトルです。これね、普通のスーパーとかコンビニには売ってなかったんですけど、まあこの駄菓子屋さんだけには売ってました。で、このグミを買った理由なんですけど、ここにね、金券当たり付きって書いてあるんですよね。まあね、これはね、買わないとダメでしょうってことで、まあ一つだけじゃ当たんないと思ったので、大量に買ってきました。はい。2,4,6,7個買ってきました。こちら領収書ですね。はい。グミコーラボトル ×5 個、グミラムネボトル ×2 個、グリコ生チーズ158円。なんで生チーズ買ったんだろう。くじ運のいい僕だったらね、ま、100万円分ぐらい当たるのは確実だと思います。早速開けていきましょう。1個目、これ開けるの硬いんですよね。昔1回だけ買ったことあるんですよ。さ、当たるかどうか。ででん、残念、外れと書いてあります。まあ、2個目から全部当たるでしょうね。まあそれはとってもね、確実なことであるというふうに確信しております。2個目、さ、開けていきましょう。まあね、これでね、100万円出ますのでね、まあ、素晴らしい結果がね、予想できます。3,2,1、ほれほれ、残念、外れ。おかしいな。まあでもね、次で当てます。真面目に今回は行きたいです。今度はラムネボトルにしてみます。3,2,1、来い100万円。どうだ、残念、外れ。あ、そろそろ当てないとまずいよ。元取りたい、これ70円なんですよ。4個目、もう当てないとまずいでしょ。いきます、ラムネボトル、どうだ、いけ、残念、外れ。あー、もうこのコーラボトルで当てます。5個目、来い、どうだ、いけ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 ー、おお、外れ。何これ、ふざけてんのかな。あと2個です。もう当たるでしょ。でもこれはもういけないと困るよ、本当に。じゃあいきます。もうこれはね、当たってて同然だからね。外れ。もう舐めてる、君、舐めてるでしょこれ。これ当たりあんの、そもそも。最後の1個、お願いします。もう当たってくれ、当たってくれ、当たれ、当たれ、当たれ。これでいきます。3,2,1、来い、おっしゃー、来たー、うお、来たー、外れ。何、いじめたいの。何、コーラボトルとか知らねえし。当たれよ。いや、当たれや、空気読めよ。何それ、何この取り返しのつかない雰囲気。どうしよう。はい、くじ運強いという方、まああとね、まあコーラボトルが好きな方、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。基本的に当たりは入っておりません。じゃあね、コーラボトル外れたやついただきたいと思います。まあ多分味は美味しいんだろうね。あ、うまい。これはうまいぞ。じゃあラムネボトルいただきます。どうだ、これも外れたやつ、外れた分取り返してくれよ。激うまだわこれ。